も菊之進です。今日は僕が肌感覚で感じ取った自己愛がとても強い人の特徴についてお話しします。実は過去に自己愛性パーソナリティ障害の特徴を全て併せ持った人と一緒に活動してたことがあるんです。当時の僕は彼の異常性に気づかないで散々いいように使われて利用されました。最終的にはこの人やっぱりおかしい、もうついてけないと思って逃げるような形でお別れしたんですけど、最初の頃にあった小さな違和感や不信感はやっぱり正しかったんだという感じです。ところで自己愛って何っていう話なんですが、その言葉通り自分に対してものすごく異常なくらい愛情を注ぐことを言います。ねえ見て、自分はこんなにもすごいんだ。ねえ聞いて、自分は選ばれた人間で特別なんだ。そういう言動や態度が節々に現れている人を俗に自己愛が強いって言うんですね。あまりにも自信満々でこの人は本当にすごい人なんだと聞いている方が信じ込まされちゃうくらいです。だから気づかないうちに肩入れしちゃって、当時の僕は彼の思うツボだったわけです。で、自己愛が強い人は自分に対して愛情を注ぐ分、他人に対しては薄情です。人を見下したり、言葉巧みに操って道具のように使ったりします。特別である自分の傍らにいさせてもらえるだけで光栄だと思わなきゃ、そんな風に周りの人たちに対して思っているので、罪悪感なんて1ミリもありません。例えるならカルト教団の教祖様みたいな感じです。信者たちを洗脳し、自分は偉いと信じ込ませて思い通りに操る、お金を巻き上げて自分の理想を実現するための仕事を手伝わせる、それと似ています。ただ当時の僕は半分洗脳されながらも半分正気を保っていたんですね。この人を信じたい一方で、本当は関わってはいけないヤバい人なんじゃないかと思ったり、駒使いのように扱いを受けることも増えていったので、イライラや不信感が募っていって、最後には縁を切ろうと決意できたんですね。彼との縁切りの決め手は、突然彼が神の啓示を受けるようになってからです。これは嘘みたいな本当の話なんですけど、彼は自分は普通の人と違ってものすごく次元の高いところにいて、神様の一段下くらいのところにいるとかなんとか言い始めたんです。自分は神のお告げを受けるほど高位な存在なのだから、あなたは素直に私の教えを聞いた方がいいみたいに説法を説き始めました。その時さすがにこの人とはもう付き合いきれないなと思いましたね。僕だけでなく僕の家族のことにまで口を出してきたので、縁切りを決意しました。彼との付き合いは丸2年でしょうか。長い期間よく持ったなと思います。自己愛性パーソナリティ障害、当時はそんな病気があるとは全く知りもしませんでしたが、今になって調べれば調べるほどその全てが彼に当てはまってるんです。本当にこういう自分だけは特別で、それ以外の大勢は格下、単なる引き立て役か道具に過ぎないと考える人が世の中にはいるんですね。あなたの職場や家庭、地域やサークルの中にいても何ら不思議じゃありません。有病率は最大で 6%、 17人いれば1人いてもおかしくない計算です。ということで、僕のように同じ失敗はしてほしくないし、貴重な時間や精神力を持っていかれないためにも、自己愛性パーソナリティ障害を持った人の具体的な特徴をお伝えしたいと思います。8つあるので、もしかしてあの人かもと今あなたの脳裏をよぎった人物と照らし合わせながら聞いていただけると嬉しいです。それでは早速最初の1つ目です。誇大な言動がある。やたらと自分はすごい人間であることを強調するんですね。自分で立ち上げた会社がこんなにも華々しく成功したんだ、こんなにすごい業績だったんだ、自分にはパイプがたくさんある、こんな感じのことを会うたびに言われるわけです。 SNS も似たような感じです。一流ホテルの豪華なランチの写真とともに、どこどこで会食したとか、海外旅行の写真からこんな事業を始めたとかで、ずっとキラキラした華やかな投稿ばかり続きます。でも本当にこの人は華やかなのかといえば、現実は違っていました。事業も交友関係も日常生活もまるで上辺だけ綺麗に飾っているような感じです。
当時の僕は本当にすごい人だなって信じ込んでましたが、今思えば自分の能力を過大評価して自分の業績や才能を大げさに言う、まさに典型的な自己愛性パーソナリティ障害の人によく見られる特徴だったんですね。続いて2つ目の特徴です。特別な人物と関わろうとする。とにかく彼は自分がいかにすごいかというのを毎度のようにプレゼンしてくるんです。自分は秘密結社フリーメイソンの会員であること、芸能人や一流のスポーツ選手などの知り合いがいること、映画監督からあなたを題材にした映画を撮りたいと言われていること、地域の社長たちとのつながりがたくさんあること、自分のおじいさんが有名な発明家であること、こういう話を証拠の写真とかバッジとか見せながら流暢に語ります。すごい人たちとつながってる自分もすごいでしょという感じです。自己愛性パーソナリティ障害の人は自分は特別であり、他の特別な人や特別な機関と関係を持つべきだと信じているんですね。心理的な側面から言えば、そういう人たちとの付き合いによってしか自尊心を保てないということなんです。続いて3つ目の特徴です。空想、妄想、壮大な夢がある。自己愛性パーソナリティ障害の人は本当の自分はこんなもんじゃないんだといつも思ってます。とにかく成功や権力、才気や美しさを極めることに強い憧れを持っているんですね。僕が接したその人も全く同じでした。彼は日本のとある地域の島をいくつか買い占めて自分の国を作るのが夢だといつも熱く語ってました。その島では日本円じゃなくて自分の通貨を発行したり、世界から人が訪れる美術館を作ったり、マリンスポーツも発展させたいみたいに言うんです。そのための資金作りの計画も事細かに夢見てます。一言で言えばぶっ飛んでるという感じですが、当時の僕はすごいなこの人、自分の夢をこんなに明確に語れるなんてかっこいいとさえ思ってました。まんまと乗せられてたんです。4つ目の特徴です。外見にこだわってる。自己愛性パーソナリティ障害の人は自分は特別ですごい人なんだというアピールが強いわけですが、これは外見にも現れます。服装から髪型、時計やバッグまでちゃんと着飾っていて、何やらリッチな感じで独特なオーラを放っています。彼も同じです。いつも会う時はスーツでビシッと決めていて、まるで今から受賞式にでも参加するかのようにきちんとしていました。ただ唯一気になったのは歯です。こんなに綺麗に着飾っているのに歯だけは真っ黄色でボロボロで欠けていました。ちゃんと歯磨きしてるのかな、どうしてそこにはお金をかけないんだろうというのがちょっとした違和感でした。5つ目の特徴です。特権意識を持っている。自己愛性パーソナリティ障害の人は特権を持つことによって感じる自分は特別であるという強い優越感があると言います。彼もまさにそんな感じです。限られた人しか入れない会員制のバーに通っていたり、限られた人しか知り得ない情報を得ることができるフリーメイソンの会員だったり、限られた人しか行くことができない海外旅行を自慢したり、とにかく自分には特権がある、特別なんだというアピールが強かったですね。6つ目の特徴です。他者の能力を過小評価する。自己愛性パーソナリティ障害の人には他者より上の立場にいたいという欲求が常にあります。自分がうまくいっている時はまだマシですが、そうでない時はそのはけ口として他者を批判することがよくあります。昨日まで一緒に仲良く仕事してた人の悪口を急に言い出した時はその裏表に驚きました。あんなにも協力してくれている仕事仲間のことを裏で悪く言って。自己愛が強い人は自分に対しては過大評価ですが、他人に対しては過小評価なんです。7つ目の特徴です。他者からの批判に敏感。自分が他人を批判するのは OK だけど、他人が自分を批判するのは絶対に許せないというのも自己愛性パーソナリティ障害の代表的な特徴の一つです。自己愛が強い人は異常に傷つきやすい自尊心を持っています。自分は特別な存在じゃないといけないわけです。なので人から見下されることを極端に嫌がります。
彼も同じです。何やら仕事仲間から自分のやり方について口出しがあったみたいで、それについてカッとなりえらく怒っていました。詳細は思い出せませんが、そんな怒ることみたいな内容でした。些細なことに過剰に反応するというのは弱さの裏返しでもあるんですね。自己愛性パーソナリティ障害を抱える人は対人関係に破綻をきたしやすく、社会的不適合を起こしやすいと言われています。8つ目の特徴です。共感性に欠けている。他人の気持ちに鈍感です。他人がどうなろうと自分さえ良ければそれでいいんです。彼もそうでした。事実、彼の仕事を手伝っても何の報酬もお礼の言葉もありませんでした。彼の途方もない夢に対して出資した社長さんもいましたが、結局その夢が頓挫してもお金が戻ってくることはありませんでした。しかも謝らないです。自己愛性パーソナリティ障害の人は自分の目標達成のために友人を利用したり裏切ったりという行為を繰り返します。共感性が欠如しているので他人の気持ちを傷つけても平気でいられるんです。なかなか理解しがたい特性ですよね。こういう人が会社の上司であったりすると部下になる人は本当に辛いなと思います。いつも偉そうで傷つくことを言ってこき使って自分の非は絶対に受け入れない、あなたのことを使い捨ての駒のように扱ってくるような人は大体自己愛強いです。それではこういう人にどう対処したらいいのか。これはもうこの2つしかないです。1つ目、なるべく距離を置く、できることなら離れる。2つ目、上の人から言ってもらい改善してもらう。自己愛の強い人が唯一人の話を聞き入れるのは自分がリスペクトする人か、同じように特別な存在として認めている人だけです。なので例えば職場なら上司の上司から言ってもらうというのが無難です。ただそれで人格が変わり全て良くなるということはありません。本人はとにかく自分の異常性に気づいていないんです。自分は特別で選ばれた人間だと信じているから、本人からしてみれば直す必要なんてないんです。この人格を直せるのは人間関係で失敗し続けて鬱になったり、自分の性格は何かがおかしいのではと疑問を持って専門家のいる精神科や心療内科を受診した人だけです。ということで結局のところは、一つ目のなるべく距離を置く、できることなら離れるという選択肢しかないのかもしれません。非常に難しいところです。最後まとめです。自己愛性パーソナリティ障害の人が持つ特徴は次の8点でした。1、誇大な言動がある。2、特別な人物と関わろうとする。3、空想妄想壮大な夢がある。4、外見にこだわっている。5、特権意識を持っている。6、他者の能力を過小評価する。7、他者からの批判に敏感。8、共感性に欠けている。あなたの身近に当てはまるような人いましたか？彼らとの付き合いはなかなか難しいものですが、前もってその特性を知っておくことでうまく対処できるかもしれません。応援していますね。本日もご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。